かずっと一人でずっと喋ってる。ほっとくんですが、このマイクはいろんな方が10人ぐらい使うので、使わるたびに高いぐらい。そうです。で、使うたびにどん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 ネコが絡まっていって、団子になるから、しばらくするとくっついちゃダラララってなるので、やるたびにその動作するところをしないように戻していただきながら、喋る人が、終わったらこのケーブルはこっちを通したらいいとか、あっちを通すというのを見ながら渡さないと、どん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 これがくっついていっちゃう。14時になりましたので、戦争法強行から丸6年、戦争法廃止、立憲主義の回復、命と暮らしを守れ、自公政権退陣、総選挙勝利、 9.19 行動を始めていきたいと思います。戦争法は、2015年の9月15日の未明に強行採決をされ、今日で丸6年を迎えます。本来であればもっともっと大規模に全国の皆さんにも呼びかけて結集をという形で行動を組むことになるかと思うんですけれども、まだ新型コロナ感染症が収束を見ていません。一時期の危機的な状況よりは少し減ったとはいえ、まだ医療的にもですね、大変な状況が続いています。そういったことも踏まえ、今回はですね、オンライン配信を中心とした開催ということで皆さんにお願いをしております。ここに集まっている皆さんも含め、そして YouTube でご覧になっている皆さんも含め、それぞれ大きな思いを持ってのご視聴そしてご参加だと思います。今日の行動を成功させるためにも皆さんご協力をよろしくお願いいたします。それでは主催者挨拶、九条コアスナ実行委員会の志山直子さん、よろしくお願いいたします。お集まりになられている仲間の皆さん、こんにちは。こんにちは。そしてオンラインでご視聴中の皆さん、こんにちは。国会正門前はすっかりと晴れ渡って気持ちいいです。雨が降らなくて本当に良かったなと思います。皆さん、先日の9月2日、菅首相は政権を突然投げ出すと表明しました。ちょうど去年の8月28日に前首相の安倍さんが突然の投げ出しからたった1年です。2代の内閣が立て続けに政権を投げ出すとは極めて異例なことです。これは私たちの戦いが安倍菅政権を追い詰めている表れに他なりません。しかし今マスコミを賑わせている自民党総裁選は、これまでにあったように偽政権交代劇を演じることで人々の不満をかすめ取り、自公政権からの離反をつなぎ止めようとしています。あの4人の候補者、誰を選んでも最悪な結末しか見えてこない。自民党、誰がやっても皆同じということではないでしょうか。劇場型手法の怒りのかすめ取りを許さず、今こそ私たちの本物の政権交代を実現し、新しい政治を共に開きましょう。国民のために働くと言ってた内閣は1年間で何をしてきたでしょうか。予防、検査、隔離、治療、ワクチン、保障を中長期的から戦略的に行うのではなく、後手後手のその場しのぎの対応や、ワクチン一本足打法と揶揄されるような神頼みのようなワクチン頼みに終始してきました。オリンピック・パラリンピックを専門家や多くの市民の反対を押し切って開催することで、8月は連日4、5000人の感染者を出すという文字通りの感染爆発を引き起こしました。そして挙句の果てには、中等症以下は原則自宅療養という名の自宅放置で命の切り捨てを宣言するに至り、救急車が来ても受け入れてもらえない、さらには救急車も来ないというような最悪の医療崩壊が現実のものとなってしまいました。
そしてその中で多くの人々が自宅で治療を受けることなく亡くなりました。救える命も救えなかったことは政治の失敗であり、安倍菅政権の罪は重大です。またコロナ禍は女の不況と言われるほど女性から仕事を奪い、命さえも奪い続けていますが、これもアベノミクスによる女性の非正規雇用の拡大がもたらしたものに他なりません。菅政権発足時の日本学術会議の6人の任命拒否に示される科学・学問・批判的知見の軽視や歴史に学ばない姿勢は、とてもいとも簡単に戦争を始めたり、私たち市民の命をためらいなく犠牲にすることになるだろうと思います。もはや自民党・公明党に命と暮らしと尊厳を守ることを期待できないし、すべきではないということをきっぱりと訴えていこうではありませんか。6年前の今日、戦争法が強行採決されました。その悔しさは今も忘れることができません。しかし私たちはその悔しさの中から選挙にも勝てる市民と野党の共闘も鍛え育て上げてきました。今や当たり前のようになっている市民と野党の共闘は、6年前までは当たり前ではありませんでした。私たちは先日9月8日差し迫る天下分け目の成果が確実にもたらされた天下の分け目以後戦いになる衆議院選挙を見据えて、立憲民主、共産党、社民、れいわ新選組の立憲野党4党と市民連合の間で政策合意を締結しました。私たちはこの画期的な合意をもってさらに力強く一つの塊になろうではありませんか。この画期的な攻撃を前に、さまざまな弾圧やデマ、そういった選挙妨害が始まっています。私たちはこの一つ一つに6年間の野党共闘の蓄積を爆発させて対抗していこうではありませんか。そして安倍菅政権は買収男を法務大臣に据えたり、賭け麻雀男を検事総監事にしようとしたり、さらに性暴力男の逮捕をもみ消した中村氏を警察長官にすることで、人が支配する独裁に変えようとしてきました。私たちはこれを許すことによって性犯罪にお墨付きを与えてしまいます。絶対に許してはならないと思います。わきまえない女と黙らない女はどんどん生まれていきます。その力は必ず政権交代と新しい政治をダイナミックに切り開いていくと私は確信しています。共に戦い、必ず勝利しましょう。ありがとうございました。引き続きまして、立憲野党の皆さんもお越しになっていますので、ご挨拶を受けたいと思います。まず立憲民主党の衆議院議員菅直人さん、よろしくお願いいたします。ご紹介をいただきました立憲民主党現在最高顧問という役をいただいております、菅直人でございます。枝野幸男代表の方から今日のこの会合、何としても自分が出られないので私菅直人に代わりに出てもらいたい、そういう要請を受けて喜んで駆けつけてまいりました。6年前のあの戦争法の改悪、まさに法制局が死んだその日だと私は感じております。もともと法制局というのは政府の機関ではあっても、歴代の法制局が積み上げてきた、いわば憲法判断をですね、大事にしてそれをつないできた機関であります。それが法制局長官を外務省出身の、つまりは普通のお役人のそういう人に変えることによって、そうした積み上げてきた憲法解釈そのものをですね、人を変えることで根本から変えてしまった、こんなですね安倍政権のやり方を許すわけにはいかないという皆さんの思いで、毎月のこの9月のこの会が始まったと思います。本当に皆さんご苦労様です。そして
今の政治の状況、私から申し上げるまでもありません。このコロナをめぐる対応について残念ながら今の政権、菅政権、その前の安倍政権、一体何をやってきたんでしょうか。本来なら感染拡大を防ぐということを最優先にして物事を進めていくのは当たり前なんですけども、それを経済対策と称して GoTo イート、GoTo キャンペーン、確かに経済対策で仕事ができなくなった人に経済的な支援をするということは私も賛成ですし、皆さんも賛成だと思います。ただそのやり方がですね、旅行に行ってください、食べ物に行ってください、これではですね、感染拡大を促進する政策と、そして感染拡大を抑える政策をないまぜにやっている。これが今日まで残念ながらコロナ感染が大きくはなかなか収まってこない、そういう間違った感染対策だと思いますが、皆さんいかがでしょうか。なんとしてもですね、こういった中で少なくとも今行われている自民党の中での総裁選は私はこちらにおいて、その後に来る総選挙こそいよいよ国民の出番だと思いますが、皆さんいかがですか。そして野党の一致をしたそうした行動の中で、この総裁選の後に来る総選挙においていよいよ政権交代を実現しようじゃありませんか。10年前政権交代を行って、いろいろと不十分なところもありました。しかしそうした経験も踏まえて、今では野党の中にもそうした政権を担った人材がかなりの数存在をしております。どうかこの今日のこの集会が次の総選挙に向けての政権交代のまさにスタートとなることを皆さんと誓い合って、この集会の成功をお祈りをいたしたいと思います。菅直人からのお訴えでした。ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして、日本共産党の参議院議員、田村智子さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。6年前の9月19日、安保法制、戦争法が成立した日、同時に私たち日本共産党にとってはちょうどこの時間だったんですよ。6年前、中央委員会総会開いて、安保法制廃止のその一点で、市民と野党の共闘で新しい政府を作ろうと呼びかけた日でもありました。当時私副委員長じゃなかったのでね、何の中央委員会総会だろうと思いながら、この時間党の本部に行きまして、その報告を受けた時に鳥肌が立ちました。その合意のもとに日本共産党は他の野党との選挙協力にも踏み出す。鳥肌立ちましたよ。ただ党の外の方の受け止めは、そんなのは無理だろうっていうのが多かったんですね。やってほしい、だけど共産党を一緒に政権交代、新しい政府、いやいや、その前に共産党名前変えたらどうですかってね、いろんな団体の方とお話しすると、そんなあの率直な意見を何度もやり取りしたことを私鮮明に覚えています。でも皆さん、この6年間というのは本当に市民の皆さんの力を背中でね、どんどん押されながら押されながら、共闘は確実に前へ前へと進んでいって、お待たせいたしました、9月8日に市民連合さんと4野党党首の衆議院選挙に向けた政策合意へと実っているではありませんか。嬉しかったのは、その合意にサインをした4人の党首の方みんながですね、もう政権を交代するんだと、政権を変えるんだと、みんなその決意を固め合った。いよいよこの総選挙、政権交代で新しい政治へと踏み出していこうではありませんか。同時にね、もう菅政権がこう凋落している下でのこの共闘の前進ですから、予想通りと言いましょうか、卑劣な攻撃が行われています。日本共産党と暴力を結びつけるデマ、フェイク。しかし嬉しかったのは、瞬く間に多くの市民の皆さんから
こんなデマは民主主義への攻撃だ。そして他の野党の皆さんからも本当に公然とですね、こんなデマを振りまくことは許されないと、私たち以上に怒るような言葉をですね、次々にいただいて、デマをテレビの中で流した本人が撤回謝罪ということにもなりました。本当にね、ここにも私は民主主義の前進っていうことを感じるんです。しかしメディアは残念ながらこうした私たちの行動については、おまけ程度の報道になっていて、メディアジャックのように自民党の総裁選挙、この報道にあふれています。私も記者会見で聞かれるんです。4人それぞれどうですか。私が思うのは、誰一人としてこの3ヶ月国会開けという野党の要求に応えようとしなかった。ただこの一つをもっても、もはや自民党に誰が総裁になろうとも政権を沸かせるわけにはいかないということです。この3ヶ月何が起きましたか。デルタ株の蔓延で医療が崩壊する、肺炎を起こしても入院することができず自宅で亡くなる方が相次ぐ、緊急事態宣言は解除することができずに事業者の方々はどんどん追い詰められ廃業廃業、こういう声が広がってきてしまっている。これほどの命と暮らしの危機の時になぜ国会を開かないのか、なぜ国民に対して説明をしないのか、党内で持続化給付金の再給付やるかどうか、そんな議論してる場合じゃないじゃありませんか。これほど命に対して無頓着、暮らしに対して無頓着、そうなったのはなぜか。安倍政権の時の安保法制の強行で憲法さえも私物化した、このことに自民党がこぞって公明党も一緒に目をつぶったからに他なりません。憲法まで私物化すれば怖いものなんかないんですよ。ありとあらゆる権力を自分のものとする、こんな歪んだ政府を壊した安倍菅政権を今度の総選挙で何としても退場させる、その政治も終わらせる、政権交代のために私たち野党力合わせて頑張り抜くことをお約束いたしまして、私の決意の表明といたします。ありがとうございました。ありがとうございます。社会民主党の福島みずほさんについてはビデオメッセージが寄せられていますので、お聞きいただけます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、社民党党首福島みずほです。いつも現場で皆さんにご挨拶してるんですが、今日はオンラインで心から連帯のご挨拶を差し上げます。2015年9月19日、6年前の9月19日のこと、絶対に忘れることはできません。悔しい日でした。怒りの日でした。憲法違反の安保関連法、戦争法を委員会で強行成立さす、強行採決し、そして本会議で強行成立させる、許せない、本当にそう思っています。誰が考えても安保関連法、戦争法は憲法違反です。ほとんど全ての憲法学者が、集団的自衛権の行使は憲法違反だと言っています。政府自身も集団的自衛権の行使は憲法違反だと言ってきました。それを2014年の閣議決定で覆し、2015年安保関連法、戦争法の強行成立、政府が憲法を踏みにじる、これを許してはならない、そう思っています。そして今どうでしょうか。防衛予算概算要求で約5兆5000億円にもならんとしています。アメリカからの武器の爆買いも多額になっています。沖縄辺野古、これは新基地建設できません。南部戦績の遺骨の入った土砂を絶対に埋め立てに使わないでほしい。そのために一緒に声を上げていこうじゃないですか。全国の自治体でこれに反対する意見書が採択をされています。そしてまさに軍事研究、これを進める、そして日本製の武器を海外に輸出する、日本で武器見本市をする、
その間本当に戦争への道、それが進んでいます。沖縄南西諸島における自衛隊配備とミサイル防衛計画、これを何としても止めようではないですか。これはまさに沖縄を、南西諸島を、日本を再び戦場にするもの、そして戦争へ向かうものです。これを止めたい、そう思います。でもこの9月19日安保関連法、戦争法の反対運動の中で市民の皆さんと野党との共闘は本当に深まりました。この6年間深まってきました。あの9月8日市民連合と4野党で政策協定書を結びました。いの一番に立憲主義の回復、その一番目に特定秘密保護法、安保関連法、戦争法、そして共謀罪の違憲部分の廃止が盛り込まれています。これ本当にやっていこうではありませんか。そして思うんです、今コロナで人の命が本当に軽く扱われています。私はこんなにも人の命が政治の中で軽く扱われているのだということに本当に怒りを感じています。こんなに人々の命を軽く考える、人の命を大事にしないのであれば戦争への道も本当に進むんじゃないか、その危機感を持っています。渡辺白泉さんの俳句を読んでいます。戦争が廊下の奥に立っていた。ふっと振り返ると私たちの日常生活の延長線上にまさに戦争があるかもしれない。それをみんなの力で止めたいんです。憲法改悪もさせてはなりません。どうか皆さん、コロナ対策はもちろんのこと、戦争へ向かうことを止めていきましょう。大好きな言葉に、平和と平等は手を携えてやってくるという言葉があります。正反対の言葉は、戦争と差別排外主義が手を携えてやってくるということです。さまざまな排外主義、さまざまな人権侵害、これも許さない、そのことを一緒にやっていきたい、そう思っています。市民と野党の共闘で政治を変える、変えるって楽しい、私たちには社会を変える力がある、黙っているなんてもったいない、そう思います。来たるべき衆議院選挙、社民党は生存のための政権交代と位置づけています。今自民党総裁選の最中です。でも総裁の顔をいくら変えても命を大事にしない自民党は変わりません。だからこそ生存のための政権交代、野党と市民の力で政権交代し、安保関連法、戦争法廃案にしましょう。ありがとうございました。なかなかですね、この6年決してなだらかな道ではなかったし、紆余曲折もありました。しかし一方でやはり共に歩んできた市民と野党が歩んできた6年でもあったと思います。その重みをですね、再確認しながら、そしてこれからその力が本当に発揮されるんだということをですね、確認し合って、共に頑張るんだという決意を持って拍手を送っていただければと思います。共に頑張っていきましょう。続いて連帯の挨拶を受けていきたいと思います。まず立憲デモクラシーの会から石川健二さんお越しですので、お願いします。皆さんこんにちは。今日はよく晴れまして、私は雨男なんですけれどもこれだけのいい方が大勢おられて、こんなにいい天気になりました。ただいまご紹介いただきましたけれども、立憲デモクラシーの会を代表して私出てきてるんですが、本当は叩き切ってやるのを山口二郎さんが来るのかなと思ってたんですけれども、ここはやはり憲法の専門家に出てもらいたいという彼の強い意向がありまして、私がこういう慣れない演台に立つことになりました。で、もうすでに各党の皆さんいろんなことをおっしゃいましたけれども、
私の、申し上げたいことはですね、立場を超えた前提が崩されたという、これ繰り返しは私たちが話していくところなんですけれども、そのことをここでもう一度強調しておきたいと思います。立憲デモクラシーの会っていうのは実はですね、護憲団体ではありませんで、改憲派も入れるというところがポイントでした。それから、理系の先生も入っていただいて、この法律家政治学者だけではなくて、幅広い人たちに参加をお願いするという、そういう形で作ったわけです。これはなぜかと言いますと、個別の例えば救助解釈については意見が対立していても、その対立した意見を戦わせている、あるいは戦わせるべき土俵そのものが今壊されようとしている、その危機感でもって、連帯できないかということでこの組織を作りまして、現在まで続いていく次第です。で、発足したのは、2014年の4月でして、つまり、2014年7月1日に、解釈変更がなされる前にそれを止めようという思いで、立ち上がったということなんですが、憲法解釈を人事の力で変えるということを許してしまいました。で、また理屈の面から言えば、我々の見解は内閣法制局とも共有されたものでしたので、理屈においては我々の方が勝っていたはずだったにもかかわらず、数の力で押し切られるという形で6年前の今日を迎えたということだったわけです。で、こうやって考えていますと、やはり我々が訴えようとしたこの前提条件の破壊というですね、これはそんなに間違えた見立てではなかったのではないかという気がいたします。問題は休場 論議からコロナ対策へと移りましたけれども、菅政権の断末魔というのは、結局、あの時、つまり安保法制につながるあの一連の動きの中で、壊れてしまった統治システムが、このように無残に、機能不全に陥るものなのかということを、目の当たりに見せてくれたんだろうと思います。そういう意味で、もちろん立場はいろいろあるとは思いますが、共有すべき、いわばゲームのルールといいましょうか、政治の大前提が壊されている、その部分で、この我々のこの連帯の輪をもっともっと広げていけないかというふうに、念願をしております。こうやって立っていますと、やはりなんていうか、私非常に場違いな感じがするんですけれども、以前と言いましょうか、6年前に、参議院議員会館の前にやはり同じように立ちまして、その時に申し上げたことを繰り返しておきたいと思います。その時にお話したのはマルグレモアという、フランス語だったんですね。キザな言い方だと思われるかもしれませんけれども、これは、ロマン・ローランの言い方なんですけれども、丸山荘先生が好んで使われた言葉です。非政治的な人間であっても連帯すべき時がある。こういうところに本来場違いだなと思われるような私のようなものでも、やはり立ち上がなければいけない時はあるのだということですね。そういう思いを新たにしながら今日を迎えたということを申し上げて、時間になりましたので、私の拙い話に返させていただきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは続きまして、安全保障関連法に反対する学者の会から高山加奈子さん、よろしくお願いいたします。学者の会呼びかけ人で、日本学術会議会員の京都大学高山加奈子でございます。今日はお招きいただきましてありがとうございました。皆さん、アベノマスク覚えてますでしょうか。アベノマスクですよ、アベノマスク。あれ一体何だったんでしょうか。全ての方がいろいろな思いがあるかと思うんですけれども、科学的にはかなり問題のある政策を、巨額の税金を投じて実施したということは皆さん認識一致していらっしゃるんじゃないかと思います。戦闘機より高いんですね。すごいお金でした。日本学術会議の年間予算の何十倍ものお金を
使ってしまったわけですね。で、いつから日本ってこんなにバカになっちゃったんでしょうか。こんなはずではないという思いを持っていらっしゃる方も多いと思います。この壊されている今の日本の政治システム、頑張って再構築していきたいと思います。私たち学者の使命は、専門知を民主主義のために提供すること、若い人たちを教育すること、そういったことでございます。私は自民党政権、小泉政権の時あたりから政府の審議会の委員に担当を始めまして、その後民主党政権の時も、その後もう一回自民党政権になってもずっと専門家として、参加してまいりました。しかし今この専門知がきちんと民主制の中に生かされる仕組みが壊されていってると思います。かつて総理大臣だった方が、私の言ってることは正しい、私は内閣総理大臣だからという趣旨の発言をしたり、森羅万象を掌握してたりですね、そういう発言があったんですけども、私たち人間は神様じゃないんです。学者だって自分の専門のことしかわからないです。だからいろいろな分野の人たちが知恵を寄せ集めて、知見を持ち寄って、そして熟議を重ねて、今一番いいと考えられる政策を決定していくっていうのが、これが民主主義の本来のあり方です。そのために役割を果たすのが学者だと思っています。しかし今情報が正しく流通しない、隠蔽されている、捏造されている、ワクチンないのに黙ってる、質問に答えない、とうとう民主主義のあり方に対しての直接の攻撃と思われるようなことがまかり通っております。今、自民党の総裁選で皆さんいろんな政策を候補者の方々がおっしゃってるけれども、なんでそれ今までやんなかったんですかっていうことですよね。で、今それが実行できないような国の仕組みに対する破壊が行われてきたと思っています。前はですね、総理大臣が割と短期間で変わっても、それなりに国としてつながっていってた時期もあったと思うんですけど、それは、専門家集団としての官僚組織が今よりもきちんと機能していたということがあります。しかしここ15年ぐらいの間に国家公務員の人数は約半分に削減されて、今霞が関は超ブラック企業化しております。優秀な人も来なくなっています。こんな中で過酷な労働を強いられ、良心的な人たちは左遷され、クビになる、忖度をする人たちだけが一部の人の利権のために上の方にいると、そして牛耳って恫喝しているっていうような感じになっていて、本来の統治機構のあり方がなくなってしまっているんですね。で、これを見ていられないというか、なんとかしなければと思うわけです。それで私は学者の会の任命拒否の問題については、もう直ちに任命をするべく、学者の会としても、それからその学術会議の内部の人間としてもずっと発信し続けていくつもりでありますが、学術会議というところは専門の学会の分野を超えて、いろいろな、理系文系全ての分野の方が集まって、その最新の問題に対して政策を提言していくところでありますが、これがその攻撃されているということは、新しい問題に対して日本の国としてどのように対処していくかについてのアイデアを出す場所がなくなっているということです。政府の審議会にも確かに分離横断的なものがありますけれども、人選がベストでありませんので、良いものは出てこないことも多いですね。ですからまず、専門知を民主制のために役立てることができる仕組みを取り戻すことを心がけて、投票っていうのを呼びかけたいと思います。私学術会議の仕事も15年ぐらいやってるんですけど、脳内で勝手に、日本学術会議マイテーマソング、脳内テーマソングっていうのを考えていて、それは君の名は希望っていう歌です。でその中の一節で、君が拒否してたこの世界は美しいっていう文句があります。これ若い人たちに伝えたいんですね。今こんなに日本の仕組みが壊れているのは若い方々のせいではありません。私たち上の世代のもののせいなんで、若い方はどんどん文句を言っていい、こんな日本は嫌だ、もっと変えていかなきゃということをぶつけてほしいと思います。そのためにぜひ投票に足を運んでください。そして壊された行政機構
元に戻すためにはかなりの時間がかかることが予想されて困難な道だけれども、でも一歩を踏み出さない限りは何も始まりません。国の仕組みを取り戻すことはできませんので、ぜひ皆さん力を合わせて世代を超えて共闘していきましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは続いてですね、シリーズ琉球として活動されていました本山仁志郎さん、よろしくお願いいたします。はい、さい、皆さんこんにちは。オンラインでご参加の皆さんもこんにちは。元シールズ琉球、現在一橋大学の大学院工学研究科の博士課程に在籍しております本山仁志郎と申します。先月頃にこのスピーチのご依頼をいただきました。ああ、2015年の9月19日の安保法制、戦争法の成立から今日で6年になるんだ、そういうような少し感慨深い思いをしておりました。あの日は前日18日から夜通しで講義を行い、一人一人の思い、スピーチを聞いて朝を迎えました。確かこの国会の正門前の対岸ですけれども、あそこに私は座って朝を迎えたと思います。法律が成立してしまったという悔しい思いはありましたけれど、ここから何か変わるのかもしれない、変えられるかもしれないという高揚感も同時に感じていました。あれから6年、2016年3月29日のこの戦争法、安保法制の施行からは5年半が経ちました。安保法制違憲とされた集団的自衛権の一部行使容認に基づき、米軍の防護活動という名のもとに、米軍に対して自衛隊が僕が守ると、そういう行動が行われるというふうに行われていると言われています。当時安倍首相は安保法案の国会審議において、この防護活動について国会及び国民に対する責任、説明責任を果たすため可能な限り最大限の情報を開示し丁寧に説明する考えだと情報公開を約束していたにもかかわらず、その時期や場所は米軍の部隊運用に関わるとして情報が明らかにされていないという実態があります。言ってたこととやってたことがまるで違うのではありませんでしょうか。他方、私の出身である沖縄、南西諸島、琉球列島は再軍事化の波に飲み込まれています。今日も国会前にお越しですけれども、この戦没者の遺骨が辺野古の新基地建設の埋め立てのために使われるかもしれない、辺野古の新基地建設も強行されているわけです。それのみならず、奄美大島や宮古島、与那国島への自衛隊配備、石垣島では現在進行形で工事が進められています。再び沖縄戦のようなことが起きるのではないか、すでにかつての沖縄戦への道のりを進んでいるのではないか、自衛隊の弾薬庫の存在や万が一戦争が起きた時の住民保護計画は明らかにされず、偶発的な衝突、高精度のミサイルなどに狙われる危険性が高いところに住んでいる友人や家族、親戚などがいる者にとってはより差し迫った不安を感じざるを得ません。違憲ということや安全保障の在り方ということではなく、だけではなく、目の前にある具体的な不安を抱えている人々にも目を向け、その地域に住む人々と共に声を上げてほしいと思います。安保法制、戦争法も基地問題も税金の使い方の問題につきます。新型コロナで多くの人々が生活に苦しむ中、また国家の財政予算も厳しくなる中、今年度は約5兆5000億という軍事、この防衛省に対して税金を使う、これを使いすぎるのは一体どうなのでしょうか。2015年の安保法制の取り組み以降、
野党共闘が生まれ、市民連合をはじめ市民の方々の頑張りでその動きが継続しています。本当に頭が下がる思いです。しかしながらまだまだ政権を取るには至っていません。この集会も11月に予定されている衆議院議員選挙で政権を取る、少しでも多くの議席を獲得するというような目標を掲げています。そのためには立憲野党を頑張れと応援しながらも任せっきりにするのではなく、私たち一人一人も汗をかいていかないといけないのではないでしょうか。新型コロナ感染症対策も行いながら無理のない範囲で地道な努力をやっていきませんか。最後にシールズやシールズ琉球のメンバーは大学などで勉強をしていたり、広告、メディア、教育、放送界など様々な分野で今働いています。中には子供を授かったメンバーもいます。あの時の思いを忘れずに今もそれぞれの場所で生活を送りながら SNS を中心に発信、声を上げ続けています。これからも連絡を取り合いながら自分たちにできることをやり続けていきます。皆さんもそれぞれの場所で一人一人ができることをやり続けていきましょう。ありがとうございました。伊平デビタン。ありがとうございます。それでは続きまして、安保関連法に反対するママの会から高岡直子さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。まずはじめにコロナ感染症でお亡くなりになった方々とそのご遺族に心から哀悼の意を表します。私は20年以上大田区で在宅医として働いてまいりました。この夏全く思いもよらない訪問診療をすることになりました。酸素飽和度が 86%、 即救急搬送を要するレベルの呼吸状態で、この値を伝えてこれまで搬送を病院に断られたということはありませんでした。コロナ感染になって自宅療養を強いられてしまった患者さんに対し、私たちは防護服を着て15分以内という滞在時間に抑えてお薬を渡して酸素濃縮器を設置してくる、そんなことしかできませんでした。本来なら入院して24時間医療的管理をしなければならない人を置いてすぐにその次のお宅へ向かわなければなりませんでした。しかしこのような不十分な医療でさえも受けられずに在宅でお亡くなりになった方が8月だけで250名、早期発見早期治療を受けられていれば失われなくて済んだかもしれない命です。一体この国はどうしてこんなに情けないことになっているのでしょうか。総裁選には出馬せずにコロナ対策に専念すると菅首相はおっしゃいました。この異常事態ですから臨時国会を開いて国民の疑問や不安に応えて今までのコロナ対策を見直すのは当然のことだと思います。他の多くの国がやっているようにPCR 検査を拡大しないのはなぜなのでしょうか。感染者を早期に発見して早期に対応するのが感染症対策の基本の基、いまだに日本だけできていません。病床が足りなくて手遅れになる患者さんがいることが問題となっているこの時期に税金を使って病床を減らす政策を見直さないのはなぜなんでしょう。保健所をずっと減らしてきた政策のせいで感染の波が来るたびに保健所業務が追いつかない、これもう5回も繰り返してますが、それを正さないのはなぜなんでしょう。第5波で医療崩壊は首都圏だけじゃない、日本全国で同時多発しました。オリンピックとの関係がないとおっしゃるなら、では何が原因でこのような事態になったのでしょうか。コロナ感染者数は累計167万人、死亡者数は1万7000を超えて東アジアでトップレベルです。1年後も半数の方が後遺症に苦しむ病気です。社会に及ぼす影響は計り知れません。これ以上感染者を増やさないために
6波をどう抑えるのでしょうか。感染が増えたら緊急事態宣言を出す、それ以来の目新しい対策もなく、私たちは実に今年7割の日数を緊急事態宣言下で過ごしてきました。効果が薄くなって感染者を抑えられなくなっている上に、経済的な打撃が深刻です。コロナが原因で自殺をしたと思われる方の数は3200名。どうしてもっと保証しないのでしょうか。どうせ旅行ができないんですから、コロナ予算の GoTo キャンペーン取ってる分回せばいいんじゃないでしょうか。他の国みたいに軍事費をコロナに回すとか、コロナが収まるまで消費税取らないとか、いろいろ方法あると思うんです。大体私たちは一体何のために真面目に税金払っているんでしょう。政治家の方々は今、私たち医療従事者よりもずっと多くの人の命を救える立場にいるんですから、仕事をしてください。税金を、私たちの命を救うために使ってもらいたいんです。7月からずっと要求されているのに、国会を開こうとしていない議員は基本的に現状を肯定しているということですよね。目の前で人が溺れているのに助けようと船も出さない、そのような冷たい政治家に任せていては、いずれこの国全体が溺れてしまいます。次の選挙は私たちが私たちの手で私たちの命を守る選挙です。きちんと仕事をする政治家、政党を選び取りましょう。投票率は8割を超えたいと思います。皆さん頑張りましょう。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。それでは最後の連帯の挨拶です。市民連合の福山慎吾さん、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介をいただきました市民連合の福山であります。本当にコロナ禍のにも関わりませず、集会でのご結集ありがとうございました。私たちはこの6年間、安倍の憲法破壊やまた民主主義破壊に対して戦ってきました。多くの成果もあります。しかし私たちにとって最大の成果は、あの安倍は一体何をやろうとしたのか。安倍の最大の目標は憲法改悪だったはずです。私たちは総がかりと立憲野党とその他の市民団体、多くの市民団体で安倍のその野望だけは阻止をしてきました。そして安倍、あの安倍を昨年引きずり下ろしたかと思っております。私たち市民連合も、総がかり行動に結集されている皆さん方のご支援を得て、全国で市民連合が47件に発足をすることができました。そして選挙区の関係でいきますと、200近くの市民連合が出来上がっています。6年前とは大変な違いです。今度の衆議院選挙は市民連合も野党共闘に結集して、市民の皆さん方と共に自公政権打倒で頑張っていきたいと思います。今多くの方々が安倍自公政権の悪行について語っていただきました。もうその通りだと思います。絶対そんな安倍政権は許すわけにはいきません。今自民党は安倍に続いて菅も政権を投げ出しました。そして自民党の総裁選挙を行っています。岸田だ、河野だ、高市だ、野田だ、全部同じ穴の無地なじゃないですか。憲法改悪を目指し、権力を私物化し、それを隠蔽する連中じゃないですか。表紙の変えるだけでは世の中は変わりません。今度こそ政権交代で私たちの政策を実現する必要があります。選挙に勝つには
野党がバラバラで戦ったんでは勝てません。そうでしょう皆さん、野党は統一して戦うしかないんですよ。本気で野党共闘で戦う、この決意がなかったらあの自公政権を倒すことはできません。自明の理じゃありませんか。先ほど起承転結をされた石山さんの方からも話がありました。9月の8日に野党と立憲野党と市民連合は政策協定を行いました。政策協定の中身は市民連合のホームページを見ていただきたいと思いますが、大項目で6項目、個別の項目で20項目です。政権交代をしたらこれをやるんだ、立憲野党の政権ではこれを実現するんだというのが政権合意の内容であります。ぜひ私たちは野党共闘で政権交代を勝ち取りたいと思います。ただ残念なんですが、皆様もご案内のように国民民主党は参加をしませんでした。また労働団体のナショナルセンターの連合も消極的であります。私は大変残念だと思います。しかしよく考えてみてください。国民民主党も我々の仲間だと思うんですよね。勤労者を代表するって言うてるんです。政策合意の内容についてはほとんど合意してます。連合もそうでしょう、勤労者の代表だ言うてるはだと思いますね。常識で考えたら野党共闘に絶対彼らも結集をしてくれるだろうというふうに思っております。政府の自公政権の狙いははっきりしてます。この野党共闘を分断することです。野党共闘を分断して彼らは引き続いて権力を握り続けようとしております。私たちはそんな野党共闘、そんな自公政権を許すわけにはいきません。今年になってからも私たちは市民と野党、野党共闘の力で東京の都議会選挙、補欠3選挙、そして横浜の市長選挙勝ってきました。どうでしょう、勝ってきたんです。それは本気で野党共闘を作ろうとしたからです。全国の選挙がもう来月には必ずあると思います。勝つスローガンは野党共闘だ、本気の野党共闘だ、共に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。今日の連帯の挨拶はお聞きの皆さん分かると思いますけれども、戦争法の戦いの中で総係とともに、頑張ってこられた、団体個人の皆さんの挨拶でありました。こうやって見回しても6年前もともに声を上げてくださった皆さんが今もともに頑張ってくださっていることに、大変勇気元気づけられます。しかし一方で、この自公政権を許してしまったがためにこのルール無視、そして無意 無策無法な政治を許してしまったことの責任も痛感するところではあります。総会行動実行委員会はそのことを踏まえながらもなんとかそれを突破するためにさらに頑張っていく決意です。そういった立場から、行動提起を憲法共同センターの小田川和義さんからお願いします。最後までのご協力ありがとうございました。今日の行動提起憲法共同センターの小田川から行わせていただきます。70回目戦争法成立から6年目の19日行動はオンラインでの視聴も含めて1000人の方々、1000人を超える方々にご参加いただきまして本当にありがとうございました。またこの間ご一緒に戦ってきた政党、市民、団体からのエールもいただきました。本当にありがとうございました。皆さん、異なる意見は排除をする、数の暴力で憲法民主主義を壊す、政治と行政を腐敗劣化させた安倍・菅政治、その権威主義で独善の政治は
集団的自衛権行使はできないとしていた憲法解釈を一内閣の閣議決定と強引な国会審議で変えた、その時から加速したのではないでしょうか。その総括なしに看板を変えても私たちが求める政治実現はしない。連日の自民党の中の権力争いの姿見ているだけでもはっきりしていると思います。皆さん、この6年間で市民と野党の共闘確実に前進したことを先ほどからお話しありました。政権実現のために政策実現のために政権交代を目指す、そこまで来ました。これからの一月余り根腐れをした自民党政治から市民と野党の共闘の力で政権交代を実現する、そのために力を合わせる時だと思います。すべての行動その目的のためにとまず強調させていただきたいと思いますし、総係行動実行委員会市民アクションもそのために微力を尽くしたいと思います。当面9月30日18時から有楽町糸島前でのウィメンズ行動宣伝、10月8日18時30分から新宿東南口での青年による選挙に移行宣伝、10月14日18時からの新宿西口での街頭宣伝計画をしています。ぜひ各地域でもこうした取り組み進めていただきたいと思います。10月4日臨時国会召集予定です。選挙管理内閣を選ばせるだけではなくて、まともなコロナ対策の与野党論議を求める国会開会日行動12時から行います。10月の19日行動はこれまで通り夕方18時30分から衆議院第二議員会館前で行う予定です。最後になりますが、11月3日の憲法集会は形式規模を検討しつつ、仮に総選挙期間中でもあっても、実施をすることで議論を進めています。決まり次第総係行動のホームページ等でお知らせいたします。憲法を守り生かすことこそ命暮らしなりわいを守る道、その主張を発信する、そして総選挙勝利の行動声を発信する場として各地の具体化も含めて結集をお願いをして行動的に変えたいと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。まだまだ混乱は続きますけれども、必ず私たちが勝利するんだ、そのことを共に確認し合って今日の行動を終えていきたいと思います。お集まりの皆さん、そして、YouTube をご覧の皆さん、大変お疲れ様でした。またお会いしましょう。お疲れ様です。